東大門市場、手作り出来たてのスンドゥブ屋さんで、ヘルシー美味しい豆腐三昧。眠らない巨大なファッションの街、東大門市場。多くの人が訪れる場所には美味しいものあり、気軽に食べ歩きできる屋台フード、たっかんまりの名店が集まる通り。店先で焼く炭火焼きの魚の煙といい匂いが立ち込めている。そんな花形食堂たちに紛れてポツンと目立たない食堂、豆腐専門店。こんな店あったんだ。3時過ぎなのにお客さんでいっぱい。自家製豆腐のメニューがいろいろ、どれも食べてみたくて迷う。使っているのは 100% 国産大豆。スンドゥブかキムチ肉炒め、どっちにしよう。決めた。両方だ。ヤンニョムスンドゥブ。キムチ肉炒め。ご飯とおから。ニンニクのヤンニョム漬け。キムチ。大根ナマス。おでん炒め。一品頼むとご飯とおかずでボリュームたっぷりの食事になる。うわぁ、すごい。おぉ、いいね。ほんのりピリ辛の優しい味付け。おからというけれど、大豆を潰したもので絞りかすではないので、豆のうまみたっぷり。かなり量のあるスンドゥブ。ああ、なるほど。スンドゥブチゲじゃない。毎日手作りの自慢のスンドゥブの優しい甘さや旨味を生かす上手な味付け。しみじみとスンドゥブの味が感じられる。ちょっと、いいよこのお店。自家製の美味しい豆腐が下に隠れてるキムチ肉炒め。しっかり熟成しているけれど酸っぱくないキムチと肉を炒めたというよりじっくり炒め煮にしてある。お、海苔がなんだか違う。塩が効いていて油の香ばしさが強い。市販のものじゃなくて一枚一枚炙った海苔屋さんの海苔みたいだ。肉や魚介のうまみを濃く効かせたスープを楽しむスンドゥブチゲと違って豆腐が本当に美味しい。全く味付けしていない白スンドゥブもあって、それはこのヤンニョムを乗せて食べる。これ、豆腐がついているのがすごくいい。煮込まれて柔らかくなったキムチと豆腐がとてもよく合う。注文するとおからがサービスでついてくるので、これだけで十分な一食だ。合間におかずでさっぱりと。赤いメニューが多くて辛そうに見えるけど、全体的に辛さは控えめでピリッと辛い程度。すごいと思うのが、どれも豆の味がちゃんと楽しめる優しい味付けなのに、ご飯にかけても負けない存在感がある。すなわちご飯も進む。他にもすりエゴマをたっぷり入れてポタージュみたいに仕上げたエゴマスンドゥブや、自家製豆腐ステーキ、おからがメインのキムチおからなんかもあって、どれも食べてみたい。
私の右斜め前のヒップホップ風の青年は肉炒めを食べてる。このキムチ肉炒めと違って油と辛いヤンニョムで肉と野菜を炒めてある。それもおからがついてるから20代男子でも十分なボリューム。山盛りご飯を平らげた後おかわりもしてる。お店の人たちも食事を始めた。まかないは山盛りの豆腐ステーキとキムチ肉炒め。毎日食べても飽きなさそうなメニュー。これもありかも。ちょっと豪華版のスンドゥブ。ソウルの街中で美味しい手作り豆腐をこの値段で楽しめるって最高。いいお店見つけたな。当然完食。ごちそうさまでした。